こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。先行争い何が行くでしょうか。カルボナリオーブ前に行きそうです。先手を取ったのはカルボナリオーブ、内からはエンマス ET、 その外にファジーシャントゥー、その隣にブレーシャスタッド、キャリアシリウス、そのうちに続いています。内からはクラージュ緑、内からはシグナルジャパン、青の帽子エンマグローリー、その後ろサデアフィットナー、それに続きます。エリモジョレッタすぐ後ろ。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。後ろからの競馬になりました。キーミステリー、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。しんがりからアトールドゥルガ、各馬砂陣を巻き上げ進んでいきます。このあたりで各馬第1コーナーに向かっていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。3番エンマス ET、 レースを引っ張ります。2馬身から3馬身のリード、少し離れてカルボナリオーク続いています。これに続くのがシグナルジャパン、並んで4番エンマグローリー、並んで栗色の馬体サデアフィットナー、好位置をキープしています。キーミステリー、その外からファジーシャントゥー、並んで8番クラージュ緑、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ連勝中のエンマス ET、 エンマス ET 後続を突き放す。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。テンマス ET 先頭、2馬身から3馬身のリード、テンマス ET 先頭、外から勢いよくクラージュ緑先頭、キーミステリー追いすがる、一気にテンマグローリー、クラージュ緑粘る、クラージュ緑先頭だ、クラージュ緑大激戦のゴール前、これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。